食器の文化も多分世界で一番発達してるの日本なんですよ。陶器とか漆器とか、あの小物類とか、そういうののしかも文化的価値をそこにあの作ったことを発明したのも例えば織田信長だったりとか、天下統一しちゃったら部下に地業地を与えられないんで、その代わりに彼らは茶器だったりとか、それに価値を見出させて、それを部下に与えることによって美術品的な価値を見出したりとか、そういうことを発明したりとかしてるんで、これ海外にね、あの輸出できますね。そうですよね、はい、新しい価値を。日本の文化でも